年末寒波がやってきました。玄関雪かきしておきましたが、翌朝6時前、仕事に行くので外の様子を見ます。この足跡は表まで様子を見に行った私の足跡です。大通りまで膝くらいの雪をかき分け歩いていきます。列車は運休、バスはいつ来るか、タクシーは捕まるのか、とりあえず出てみないと分かりません。数日後、畑が雪に埋もれています。雪の重みで雨どいが曲がってしまいました。このストーブの芯を入れ替えます。私が20歳くらいの時から使っている40年もののストーブです。芯を変えようと検索してみるとメーカーが出てきません。豊国レオペット DSK21PG、もうメーカーがありませんでしたが、ヤフオクで替え芯を見つけました。こんなところ開けたことないのでホコリだらけです。これで、あ、これをこのホコリだらけ、取れた。手袋いるのかな。なんかびちょびちょだからやばいな。ここものがいるね。ちょっと待ってね。このビニールに、あ、黄色い紙はいるの。え、いるんじゃん、できるの。あ、うん、これやな、これだいたいこの、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、
かぶせるよな。ストーブって簡単な作りでなかなか壊れないもののようです。さらに40年持つかも。持ち主より長生きしちゃう。ようやく晴れ間が出てきました。雪も溶けてきたので畑を見てみます。ブロッコリー雪に押しつぶされてあちこち折れてます。ビニールハウスをチェックします。寒さ対策に不織布もかけています。なんかでかくなってる。人参を抜いてみます。太い。収穫が遅すぎたようです。割れています。これも太いけど割れてる。大根、曲がって生えてます。これは苗を移植したからです。大根は直巻きじゃないとダメでした。去年ちっとも大きくならなかったので油断していました。右の小さいのは種まきした時期が違います。ブロッコリー、倒れそうです。雪に埋まっていたのに食べられそうです。折れた葉っぱがいっぱい。
芽キャベツの小さい芽がついています。あちこちいろんな種をまいたので何が生えてくるか大きくならないと分かりません。秋にピンポン玉くらいの玉ねぎを植えておきました。どうなってるか試しに掘ってみます。アスパラナ、いつ収穫するものなのかわからないで植えてます。どれくらいの太さになればいいのかわかりません。人参のクリームシチュー、ブロッコリーとアスパラナ、雪に埋まったブロッコリーがとても甘くて美味しいです。自然栽培を試していますが、環境がうまく整うまでの最初の 2,3 年はうまく育たないということです。去年はさっぱり大きくならなかったし、虫食いや病気でほとんど失敗ばかりでした。畑を作り始めてまだ1年半、あんなに太い人参ができてびっくりです。そろそろいい感じに土の環境ができてきたのでしょうか。また春になったらいっぱい種植えます。